関西のニュース知らない人いるだろうかなんか、コリーさんのニュースで、コリーさんのニュースはやっぱ着眼点がいいっすよね。開きたくなるようなのを書いてくれますナーゲスマンが3バック使い始めて、コマンターアルフォンス・デイビスいるから起用されてなくて出番減少したとで。それに不満抱いてて、みたいなで。控え組の練習で孤立していたほか、怒って、えー、ボールを蹴り飛ばす光景もあった、みたいな。そう。で、 これ、カンセロだからさ、全然こういう風になるっていうかま、まあ、カンセロ移籍するときにもしかしたら話してたかもしれないよね。結局、戦術理解力みたいなところで、ナーゲルスマンのところで大丈夫かな、みたいな。ただ、映えるんだと、押し込める展開多いから、ってなるとカンセロの悪さ、撤退守備の時の裏ケアできないとか、センターバックの背中守れる時が少ない問題っていうのは、表面化しないというか、致命傷になんないな,いな。でも、相手強くなったときにカンセロ使うとその問題出るから、いずれしろシティの時と一緒だ、みたいな。 話してて、このカンセロをその大事な試合でずっとサイドバックを置いてて、そのまま失点のきっかけになって、マドリードの試合で CL 落としてみたいな、まあ、まあ、ペップのワースト采配だと思ってるんですけど、僕あれ。で、まあ、まあ、そういうカンセロだから、まあ、こういうふうになると。特に初めてのドイツでナーゲルスマンで、戦術細かすぎてさ、で、その戦術もね、結構徹底するから、レバンドスキーですら、ね、もう徹底させられてたぐらいだから、結局バルサ行ってみたいな。 で、この時に、まあ、カンセロが、まあ、その報道が本当だったらね,ね、ボールを蹴り飛ばす光景もあったみたいな。自分にイラついてる可能性もあるんですよね。なんなんだよみたいな、こう、人に対して怒ってるだけじゃなくて、できない自分に対してイラつくみたいな。でその時に 監督からできること。これ、僕自身の経験なんですけど、やっぱ教えたこととか戦術的なことをできない選手っているんですよ。で、それは最初っからやる気ない選手とか、監督舐めてる選手っていうのも当然いるんだけど、やろうとしてできない選手もいるのね。それに対して、いや、できねえのかよっていうのは人間だから瞬間的には思っちゃうんだけど、やっぱそこをサポートするのがやっぱ監督で、じゃあ別のアプローチ考えようとか、どう歩み寄って選手自体が抱えてる問題をほっとかないっていうか、 一緒に向き合ってあげるみたいな。ってなった時にカンセロはもうイタリアでさインテル行ってねユーべ行ってて散々守備のこと言われてそれでもできなかったと。でペップの,あの体の向きとかまで細かい選手あの監督に教えられてできなかったと。ってなるとナイスマンでこれできるかっていうとよっぽどできないじゃないですか。ってなった時にそれでも監督にできることっていうのは教え続けるっていうか突き放さないってだけなんですよ。 試合で使わないんだけど、それでもちゃんとこれできたら使うよっていう課題を与えて、それに対して一緒にアプローチするしかないんだよね、監督にとって。だここでお前できないからっていうのは簡単なんだけど、ここで監督にできることはアプローチ変えたりとか、同じようなアプローチでもいいから、その選手をちゃんと見てるよっていうのを、ちゃんと近くいてあげたりとか、そうだ、カンセロのこの、ね、やつ見て、カンセロ不満分子になったなとか。 バカママだな、みたいに捉える人多いかもしれないけど、実際はカンセロ自身もシティでデバば得られなくて、じゃあばえるんでって思って、それでもこうなって苦しいだろうし、それでも向き合うっていうのは重要だなっていう、まあそういう話ですね。カンセル遺跡どう思いますあ、そうだ、カンセロもあったね。ペップと揉めたって話ですよね。揉めたっていうより、あれ多分、ペップがずっとほっといてあげてたみたいな感覚なんですけどね、僕からしたら。もういろいろ言ってもおかしくなるから、 あの、カンセのポジショニングが、外入りすぎてたりとか、内入りすぎてたりで、それをずっと放置してて、まあ、オンザボールでクオリティ見せてくればいいよみたいな選手だったけど、去年の優勝争いかかったウエストハムセンとか、さすがにっていうところで口出したら余計おかしくなって、あ、やっぱそうなんだ、みたいな。あそこで僕の中で、ね、あの、推論が確信に変わったんですけど。で、その後今度、リコ・ルイス出てきたしね。リコ・ルイスはね、足元のテクニック、それはカンセほどはないけど、 そう、ウォーカーよりは、なんか入ってのテクニックあるみたいな感じで、で、守備頑張るし、リズムでサッカーできる選手ですよね。だから、ペップも教えがいあるみたいな感じ。っていう中で出番も減ってきて、それで多分、態度も悪くなっていったんだろうね。ただ、もう、カンセラーは本当、ウィングに使うべき選手ですけどね。でも、ね、バエルンも、マズライィガなんか怪我して、取るらしいから、その、攻撃的サイドバックみたいなことなんでしょうけどね。で、買い取オプション6700万ユーロだっけなんか、そんなに出てて、まあ、買い取らないだろうな、みたいな。 っていうか、カンセロナーゲルスマンの戦術ちゃんとわかんのかなみたいな。レバンドスキーとかがさ、嫌がったぐらいさ、細かい戦術やれる感じは全然しないよね。なんか、カンセロの場合は、チームの約束ごと100点満点中、もう70点できてたらいいみたいな。あとは、オンザボール分で130点出してもらうみたいな感じなんですよ。タイトル義務ないか戻ってくる。うん、カンセロは戻ってくると思いますね。まあ、その時にね、仲直りというか、まあ、ペップが許してあげれるかどうかの問題だと思うし。 ペップとしては許す許さないくて、もうコミットメントの問題だから、うん、しょうがねえ、しょうがねえなって感じだと思いますけどね。プレイが楽観的だなーってのがわかりやすい選手いますかああ <laughs>、レオンです。ラファエル・レオン。レオンに関しては、レオンとかカンセロに関してはいかに乗せとくかみたいな。うーん、楽しくやらせることが大事ですよね。イェーフーみたいな感じの時が。だからポルトガル代表とかでね、途中から入れられて、なんかこう、 狭い枠の中に閉じ込められてみたりするとね、レオンの良さ、いきないですからね。だからチームとして原則を守りながらどうにかしようみたいな、そういうチームには向かないんだろうなっていう。サッカーのうまさとかさ、すごいフィジカルとか、そういうところでいうと、このプロの人たちもすごいけどやっぱり同じような若者だからさ、らこの中にもそういう不思議なことがいい、カンセロとかそんな感じはあるんだろうな、昔、キエリーニが、カンセロどんな選手ですかって聞かれて、まあ、彼はね、笑うみたいな。 独特な感性を持ってるよねただったカンセロめっちゃ天然な可能性あるなとて僕それで思いましたカンセロよりもシティのシステムにフィットして守れる人いないんですかねあのあれなんですよカンセロをサイドバックに使ってなおかつ高い位置取らせるじゃん。で低い位置でビルドアップに関与させることあるんだけどカンセロが低い位置いることによって失わないでしょ攻撃面で。で高い位置行った時にサイドバックがさ高い位置でちゃんと失わないかつ仕掛けられるってのないんですよ。 突破力あったり、個人解決力あるウィングの外側を追い越していって、瞬間的に数的優位作れるっていう攻撃的サイドバックがいるんですよ。ロベルト・カルロスとかもそうじゃん。個人で突破してるかっていうと、そういうシーンもあるかもだけど、実際にはオーバーラップで厚みつけるじゃん、攻撃に。長友とか。ただ、カンセロに関しては、個人で打開できるっていう、一応サイドバックに三笘使ってるみたいな感じなんですよね。ってなると、本当に、あの、守備面目つぶれば、守備面を、あの、他の選手で担保できるなら、ローリスク入りたなんですよ。 で、この、これが相手強くなると入りしつつ、入りたになるっていう。だから、カウンセルをピッチに置いとくメリットの方がデメリットより大きくて、ただそのバランスをビッグマッチでは整えきれなくて、CL 逃してるって僕は思ってます。だから、普段はこの使い方でいいけど、点取んなきゃいけない時守りが重要な試合とか、カウンセルを狙ってこれるような相手の時は、その時にはカウンセルの使い方を変えるっていうのがベストだと思います。 ウィングで今のグリーディッシュみたいに、中入ったりと、あの閉じたりさせて、後ろにアケだったり、ラポルトだったりとか、守備いいやつ使えばいいからね。うん、去年の CL も、あそこでちゃんとカンセルを変えてたら、僕はマドリーに勝ってると思います。しっかりカンセルのところでやられましたから。そ,うその分、右にアカンジとかウォーカーを置いて、バランス取るって考えがあるんだけど、常に3バックならいいよ、それで。攻撃になるときは、左肩上がりで右でバランス取ってると分かるんだけど、守備のときにはちゃんと4バックやるじゃん。 ってなると、そのバランスの取り方ってバランス取れてないんだよ。結局、ほぼ全部が守備できないと。だから、アーセナルは、フォーバック全員センターバック本職で、本職でもダメな選手はいるけど、ディフェンス能力ある選手4枚揃えてるから強いし、マドリーもだってね、そこ4枚強い、ちゃんとしてるじゃん。で、プラスそこにバルベルで戻ってくるからね。ら強いチームっていうのは、フォーバックはしっかり守備できて、なおかつ前からも、その守備を助けられる選手がいるんよね。 Oh